ザクセンバイマルアイゼナハは、ドイツ中部の中林原地方にあった、両方国家、首都はバイマル。1741年から1815年まで公国、広告。1815年から1918年まで、大抗国であった。1903年に、正式な国語をザクセン大抗国へと改めたが、それ以後も、ザクセンバイマルアイゼナハ大抗国の名で呼ばれることが、多い。 中林原諸国における、ザクセンバイマル・アイゼナハ大公国ドイツ帝国の下で、中林原諸法と総称された、両方軍のうちの一つである。ドイツ帝国時代の領土は大きく分けて三つ、すなわち、西部の旧ザクセンアイゼナハ公国領、中央部の旧ザクセンバイマル公国領、東部のノイシュタットに分けられ、このほか、大小多数の飛び地があった。旧ザクセンバイマル公国の地域には、 シュトバイマルやイエーナ大学を要する大学長イエーナがある。旧ザクセンアイゼナハ公国の中心地アイゼナハは、JS バッハの出生地として知られる。ザクセンバイマルアイゼナハ大公国の領土は、他の駐輪原諸国のすべての領土と境を接し、また、プロイセン王国、ザクセン王国、バイエルン王国と隣接していた。エルンスト系ベッティン家が統治した新生ローマ帝国の、 両方である、ザクセン諸公国は、しばしば領土の分割、再編を繰り返していた。その中の一つ、バイマル周辺を領土とする、ザクセンバイマル公国の君主であったエルンスト・アグースト一世は、1741年に、死死なく死去した、ザクセン・アイゼナ派公、ビルヘルム・ハインリヒの医療を継承した。これによって、ザクセンバイマルとザクセン・アイゼナ派の同訓連合が、 成立し、以後その両方は、ザクセンバイマルアイゼナ派広告と呼ばれるようになった。1748年に、エルンスト・アウグスト1世が没すると、両行為は、息子のエルンスト・アウグスト2世コンスタンティンが、継承したが、彼は、まだ幼かったので、殺傷が立てられた。エルンスト・アウグスト2世コンスタンティンは1755年から、申請を始めるものの、 そのわずか3年後に20歳で死去し、息子のカール・アウグストが行為を継いだ。カール・アウグストもまだ幼かったので、その母、アンナ・アマーリアが殺政となった。彼女は7年戦争の最中という南極にあってよく国を治めた。また芸術や文学の講演も行い、ヘルダーやシラー、ゲーテといった当時を代表する文化人をバイマルに招いている。 1775年からカール・アウグストは申請を、始め、1809年に両公国は統合されて、正式にザクセンバイ・マルアイゼナ派公国となった。1804年には、大使のカール・フリードリヒを、ロシア皇帝アレクサンドル一世の妹であるマリア、パブロブナと結婚させたが、これは、ナポレオン戦争の混乱の中で、ロシアの援助が必要だと判断したためであった。 その会いあって、ウィーン会議では、アレクサンドル一世の口添えにより、ザクセンバイマルアイゼナハ広告はノイシュタットなどを獲得した上で、対抗国へ昇格した。カール・アウグストが死去すると、対抗医は、息子のカール・フリードリヒが継承した。ヒノ・マリア・パブロブナが音楽に傾倒していたこともあり、彼の知性のバイマルでは、フランツリストや、ベーター・コルネリウスが活発に活動している。 その後を継いだ息子、カール・アレクサンダーの時に大公国は、ドイツ帝国の構成国となった。1918年に、ドイツ革命が発生すると、最後の大公ビルヘルム・ベルンツとは対位宣言に、署名し、大公国は消滅した。領域は、一旦、ザクセンバイ・マルアイゼナ・ハジュー州となったが、1920年に、周辺の諸法と合併して、チューリンゲン州となった。 ありがとうございます。